コリーニ事件は2019年のドイツのドラマ映画。監督はマルコ・クロイツ・パイントナー。出演はエリアス・ムバレクト・フランコ・ネロなど。ドイツの著名な刑事事件弁護士でもあるフェルディナント・フォン・シーラッハの同名ベストセラー小説を映画化した社会派法廷サスペンス。新米弁護士のカスパー来年は30年以上もの間ドイツで 模範的な市民として働いてきた67歳のイタリア人、ファブリツェオ・コリーニが経済界の大物を殺害した事件の裁判で彼の国選弁護人に任命される。その事件の被害者はカスパーの少年時代の恩人ハンスマイヤーだった。そして裁判が始まるが、コリーニはカくなナに動機を語ろうとしない。さらに遺族側にはカスパーが 大学時代に刑法を教わった伝説的な刑事、事件弁護士のリヒャルとマッティンガーがつく。こうした圧倒的に不利な状況の中でカスパーは弁護に苦しむ。やがて裁判が進むうちに、ハンスマイヤーの過去やドイツ史上最大の司法スキャンダル、さらにドイツ刑法の大きな闇が浮かび上がってくる。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は論点に多少のつまずきはあるものの、 力強い演技とサスペンスに満ちたストーリーのおかげで、コリーニ事件は勝利の評決を得た。であり、22件の評論の内高評価は77%に当たる17件で、平均点は10点満点中6.9点となっている。その一方で、映画ライター、 評論家のトムリスラフリーは rogrbert.com e,、B e R、でのレビューにおいて100点満点中63点をつけ、おおむね作品を高評価しつつも、陳腐な表現を超えられず、さらに硬い演技と様々な時代が入り混じったぎこちない処理によって作品としての完成度は低くなってしまっている。と欠点を挙げている。本作で語られた法律の落とし穴が、 きっかけとなり、2012年にドイツ連邦法務省が省内に調査委員会を立ち上げた。ありがとうございます。